ご視聴いただき、ありがとうございます。投資情報を収集をされている素晴らしい視聴者様に向けて、本日、注目の株式情報をお伝えします。この動画を見るとわかること。一つ目は、今日、ストップ高やストップ安した銘柄とその理由がわかる。二つ目は、今日、良いニュースがあった銘柄とニュース内容がわかる。今日、ストップ高となった下記の銘柄についてご紹介します。情報戦略テクノロジーの株価がストップ高となりました。同社はヘッドウォータースと共同で生成 AI を用いたサービスを展開することを発表し、これが材料視されています。情報戦略テクノロジーはこれまでに大手企業向けの提案活動や経営課題のコンサルテーションを行ってきました。今後、デジタルトランスフォーメーションの内製支援サービスを展開する予定です。ポストプライムの株価が3日連続でストップ高となりました。金融経済情報の SNS、ポストプライム、を運営し、高橋ダニエル系社長としても知られる高橋ダン氏の影響力が大きく、投資家に親しまれています。最近の IPO で需給のバランスが良く、短期資金が流入していることが理由です。Tガイアの株価がストップ高となりました。明確な買い材料は表面化していないものの、再編思惑の高まりが背景にあります。また、住友商事が株主総会で株価の劣後について問題意識を強く持っていると発言したことも影響しています。さらに、一部の海外メディアで、住友商事が保有株の売却を交渉中と報じられた可能性もあります。マナックケミカルパートナーズの株価がストップ高となりました。同社は新たなグループ中期計画を発表し、2028年3月期を最終年度として連結経常損益を14億円以上の黒字にする目標が示されました。この計画が評価され、株価が急上昇しました。サンバイオの株価がストップ高となりました。同社が開発する再生医療製品、アクウゴが、厚生労働省の専門部会で条件期限付きの承認が得られたとの報告がありました。また、出荷認可に必要な追加データの提出についても積極的な対応が見られたため、投資家からの懸念が後退し、買いが集まった模様です。クリンブルファーマの株価がストップ高となりました。同社は金沢大学との共同研究契約を発表し、これが材料視されました。共同研究は HGF タンパク質を特発性肺腺異常に応用する研究です。さらに、突発性肺腺異常患者を対象とする臨床試験の準備も進めています。今日、ストップ安となった下記の銘柄についてご紹介します。クオリクスはストップ安となりました。理由としては、虚血性心筋症に対する開発中の iPS 細胞由来心筋細胞シートの承認申請時期を、年内に変更すると発表したことが影響しています。申請資料のデータ更新や追加資料作成が必要となり、投資家の期待が一時的に後退したと考えられます。今日、良いニュースのあった下記の銘柄についてご紹介します。アズパートナーズが新たに介護 DX サポート事業の本格的な展開を始めると発表しました。この事業では、高齢者ホームのデジタル化を全面的にサポートし、IoT、ICT 機器の導入、効率的な人員配置、サービスの質の向上、そして収益の改善を目指します。これにより、同社の成長が期待されています。ノバレーゼは大幅反発しました。筆頭株主と第2株主は保有株式の一部を TKP に譲渡し、この取引に関連して、ノバレーゼと TKP の間で資本業務提携契約が締結されました。これにより、TKP は 33% を保有する筆頭株主となります。物件情報の連携や建物空間の再生事業における協業など、シナジー効果への期待が高まっています。アソインターナショナルは、下田矯正歯科クリニックと独占的通常実施権許諾契約を締結し、歯科技工具製品、ゼロチューブシステムの販売を開始すると発表しました。この製品は個々の患者の歯面形状に合わせてカスタムメイドされ、治療期間の短縮も期待されています。この発表が交換されて、株価が反発しています。ビジョンは業績予想を上方修正しました。上半期の営業利益は従来の予想から 27.6 億円に引き上げられ、前年同期比 11.6% 増となりました。また、月の営業利益予想も 57.1 億円に修正され、前期比 33.3% 増となっています。さらに、初めての年間配当金も従来の25円から27円に引き上げられました。ステナの5月の月次動向が好材料視されています。単月の売上高は前年同月比で 11.4% 増加し、営業利益は 46.0% 増となりました。特に次世代モビリティ事業が大幅な増収増益を達成しており、ソリューションデザイン事業も大幅増益となっています。累計営業利益は前年同期比で 40% 増加しており、通期の会社計画のレンジを上回る進捗です。レントラックスは5月と月次売上高騰を発表し、取扱高が前年同月比で 3.6% 増の24億4400万円。売上高が前年同月比で 33.3% 増の3億4400万円となりました。また、広告掲載媒体の運営者数も前月比で1346人増加し、5万7625人に達しました。これらの結果は好材料として捉えられています。ABEX は業績を上方修正しました。純利益は従来の33億円から45億円に上昇し、前期比で 4.6 倍の大幅増加となります。これは子会社 THINKR が第三者割当増資を行うことにより、特別利益として19億円が計上されるためです。
株価が安値圏にあったことから、見直しの動きが期待されます。ハイパーがネットワークやサーバーの設計や運用管理を手掛けるつかさコンピュータを子会社化することを発表しました。これにより、両社の顧客基盤や技術、人材を効果的に補完し合い、エンジニアリングサービスの強化や売上拡大を目指します。この発表は好材料とされています。GNEXT は25年3月期の業績予想を発表し、売上高が前期の6億1000万円から6億1000万円、6億7000万円に増える可能性が示されました。さらに、営業赤字も前期の1億4800万円から1億円、1億4000万円に縮小する見通しです。これが好材料として評価されています。アスカネットは堅調です。前週末21日の取引終了後、自己株式を除く発行済み株数の 2.07% に当たる34万株を上限に、24日朝の東京証券取引所の自己株式立ち合い外買い付け取引で自社株を取得すると発表しました。買い付け価格は21日終わり値の589円です。東証の情報によると、同社は24日に予定通り34万株の買い付けを行いました。3D マトリックスは北海道大学と共同で国産ワクチン開発を開始したと発表しました。この研究は、効率的かつ安全なワクチンデリバリーシステムを開発することを目指しています。同社の自己組織化ペプチド技術が重要な役割を果たし、ワクチン接種回数の減少と患者の負担軽減が期待されています。株価が続伸しています。これは、保有するタイミーの株式の一部を売却し、投資有価証券売却益の計上が見込まれるとの発表が理由です。この売却による業績への影響は後ほど開示される予定です。アニコムホールディングスは、アニコム損害保険とソニー損害保険がペット保険商品の共同開発を目的に業務提携したと発表しました。この提携により、アニコム損保のペット保険最大手としての知見や動物病院とのネットワークを活かし、さらに強力な商品やサービスが提供されることが期待されています。ミスミグループ本社の5月との売上高が前年同月比で 11.7% 増加し、2ヶ月連続で前年実績を上回りました。特に、本営事業は 5.8% 増、FA 事業は 20.8% 増、そして金型部品事業は 10.4% 増と、3つの主要事業が全て売上を伸ばしていることが評価されています。ご視聴いただきありがとうございました。情報収集をされている優秀な視聴者様に向けて動画を作成していますので、ぜひ、高評価、チャンネル登録、拡散を何卒よろしくお願いいたします。紹介してほしい情報などがあれば、ぜひコメントください。